結構多分男っぽいというかところがあるので結構おっさんだと思います。ご紹介いたしましょう。矢島真由美さんです。どうぞステージへお越しください。よろしくお願いいたします。刺激体感サンプリングの会場、はい、ご覧になられていかがですか？そうですね、普段渋谷とかはまあよく歩くんですけども、そこにこうやって私もウェブムービー出させてもらいました。ウィルキンソン炭酸レモン たくさん並んでて、たくさんの方に来ていただいて、うん、とても嬉しいです。ウェブムービー拝見したら、あのヨガをしているシーンがとっても印象的だったんですけれども、はい、普段からヨガっていうのはやられてるんですか？海辺でなんかヨガをするみたいなのは1回だけやったことがあるんですけど、はい、ほぼ初めてだったんで。それであんなに足が上がっていたんですか？結構大変でした。もうプルプルしながらリアルな汗です。もうすごいですね、はい、ウェブムービー違うバージョンでは、はい、がっつり食べているシーンもありましたよね。はい、プライベートでも大食いをしたエピソードなんかあったらぜひ教えていただきたいんですが。はい、わんこそばやったことあるんですけども、うん、わんこそばは132杯食べたりとか、あとステーキも1ポンド450グラムぐらいなんですけど食べたりとかしますね。それはもうすごい大食いじゃないですか？食べるの大好きなんです。あの寝ている後輩を驚かせるシーンというのも拝見したんですが、はい、最近これは驚いたっていうエピソードがあればぜひお願いします。あの雨の日だったんですけども、うん、電車にこう座って結構長い距離だったんです、ね、寝ちゃってたんですよ。で傘をこう挟んで寝てたんですけど、うんうん、あの電車が揺れたタイミングで前に立っている男性の傘が多分ちょんって当たったんですよ。私はもう自分の傘が前に倒れたんだと思ってパスって前の人の傘を掴みそうになって、前の方が驚いて引いてましたね。違うって思ってそれは驚きのエピソードですね。そうですね、あのウェブムービーで、はい、家ではおっさんって後輩からちょっと驚かれてるシーンがあったと思うんですけれども、はいはい、実際のところそういう一面って矢島さんにはあったりするんですか？結構多分男っぽいというかところがあるので結構おっさんだと思います。本当ですか？もう家でもなんかゴローンってしたりもするし、お風呂入った時うわーって声出たりします。はい、意外な一面が知れて嬉しいですね、はい。